どうもこんにちは。今日はエフェクターボードを作ろうかなと思って動画を回してみました。最近配信で HX ストンプよく使うんですけど、あのスイッチとか外部スイッチとかを使ってコントロールを、詳細なコントロールをしながら演奏するっていうのがライブ感あっていいなと思ってるんですけど、とね、足元でこう踏む時とかにずれちゃったりもするんで、だったら前から作りたかったエフェクターボードを久々に作ってみっかということで作っていきたいと思っています。ではまず機材を一個ずつ紹介していこうかなと。まずはこれですね、ペダルトレインの一番ちっちゃいサイズを買いました。これ配線とかも裏に隠したりできるん でアダプターとかもね、パワーサプライとかも、ね、裏側に置けたりするんで、まあこれでいいかなと。で HX ストンプ、マルチエフェクターですね。アンプシミュレーターとか入ってて便利なんで、でそれを操作するスイッチ、僕はこの片側を個別スイッチのオンオフに使って、こっちをバンク送りです、バンクアップに設定して、次の曲すぐポチッと押したらいけるみたいな、そういう設定にして使ってます。で次これプロビデンスのバイタライザー、これバッファーですね。これを HX ストンプの前に置くと音の劣化がちょっと少なくなっていい感じだったんで、ちょっとこれを導入したいなと思いました。で次これチューナーですね。ソニックリサーチの、ST300 でかい方ですね。これストロボチューナーっつってものすごく精度が高いんで、あのレコーディングの時にこれ使ったことがあるんですけど、アコギのレコーディングの時に精度が高すぎて逆に合わないっていうね、なかなかそういう意味でかなりシビアなチューナーなんですけど、まあ、あのレコーディングにはねこれで合わせたらもう間違いないんで、そういう用みたいな。で次パワーサプライですね。バイタルオーディオの VA5 かな、 ADJ って書いてありますね。でこれであの HX ストンプとその他のエフェクターに給電がいっぺんにできるという感じですね。HX ストンプ使う場合はここにあのミリアンペア書いてあるんですけど、500ミリアンペアを2個使って給電してあげると動かせるみたいですね。間違って1個だけでつないでも電気足りなくて動かないんで注意してください。あとこの Y 字アダプターでこうつなぐんですけど、その Y 字アダプターも普通のじゃなくてちゃんと変換して、極性とかをちゃんと変換して入れてあげないと一発で煙出たりして、この HX ストンプ壊れちゃうんで気をつけてください。真似する人は。で最後アーニーボールのボリュームペダルですね。このボリュームペダル今まで俺持ってなかったんですけど、使ったことなかったんですけど便利だしなと思って買っちゃいました。これはボードじゃなくてボードの外にあの HX ストンプのセンドリターンでつないで使おうかなと思ってます。歪ませたり音作りをした後にそれの音量をここで足元で操作できるんで、ノイズとかが出なくなったりして歪んだまま音量下げられるみたいな、ね、そういうので便利かなと思って買いました。それらをこういう DC ケーブルでつないで給電してあげるみたいな感じですね。だから今からちょっと配置決めと、まあ、配置決めもしてるんですけど、配置決めと固定と等々していきたいと思います。俺が考えたのはこんな感じの配置にしようかなと思ってます。バイタライザーに入って、チューナーに行きまして、チューナーから HX のインプットに行きますね。でステレオでアウトで出す、もしくは USB で出す。でセンドリターンがこの横についてるので、ここからボリュームペダルに向けてこう出すって感じですね。でパワーサプライは裏側に置いて1、2、3、4つ分ケーブルを用意するという感じです。なのでまずはざっくり固定からしちゃおうかな。こんな感じで固定していきますね。
撮るの。L 字ケーブル使うので、ちょっと上寄りに設置してますね。うん、このケーブルが動かせるように。じゃあこの調子で他のエフェクターも固定していきたいと思います。はい、とりあえず固定まで終わりました。こんな感じ。ちょっと裏パコパコしちゃってるから、なんかここにプレートかまして、ちゃんとしっかり固定してあげるとかの方が良さそう。それはまあ後ほどやるということで。で、次にね、ケーブルをこうはわしていこうかなと思います。はい、でバタバタしてるケーブルはこの何ていうんですか、ケーブルまとめるやつがあって、結束帯とこういうケーブルまとめるやつを組み合わせて、ちょっとバタバタしてるやつらを抑え込んでいく。バッチリっす。次はシールドをね、長さに合わせて作っていきます。ゼロからハンダ付けして作ります。久しぶりや、ハンダ。ケーブル2つ作り終わったんで、これらをつないで固定して完成かな。一旦線取り単用のケーブルはまた後で作ります。無事ボードが作り終わりました。あとは線取りターンのケーブルを作って完成みたいな感じになりますね。付属のマジックテープとか使ったんですけど、まあ普通に固定はできてるので問題ないかなと思いますが、気になるところあればちょくちょく直す感じでやっていこうかなと思います。このチューナーの精度がマジでいいので、 HX ストンプのチューナーを使っても全然良かったんだけど、やっぱ精度の高いチューナーを使うと音もね、心なしかまとまりがあるような感じがしていいなと。で、表側はすごいスッキリ見えるし、裏もそこまでね散らかってるわけじゃないから、アクセスもしやすくていいかなと。おおむね良好という感じで、音もいい感じなんでいいと思います。というわけで、エフェクターボード作りでした。では。